74式戦車、74式戦車、74式戦車は、陸上自衛隊が61式戦車の後継として、開発、配備された、国産2代目の主力戦車である。部隊内での愛称は、74。74式戦車は61式戦車の後継として開発された、第2.5世代主力戦車に分類される戦車。 三菱重工業が開発を担当した。105mm ライフル砲を装備し、油気圧サスペンションにより、車体を前後左右に傾ける姿勢制御機能を備え、射撃管制装置にレーザー測距偽や弾道計算コンピューターを搭載するなど、61式の開発された時点では実現できなかった内部機器の電子化も行われている。 軽量化のため内部容積を減らして小型化している。配備開始から走行増加などの大幅な改修は行われていないが、新たな砲弾への対応能力が付与され戦闘力を向上させている。後継車両として、第三世代主力戦車である90式戦車が開発、生産されたが、こちらは北部方面隊以外では富士共同団など教育部隊にしか配備されていないため、 全国的に配備された74式が数の上では主力であった。それでも年40両程度の速さで退役が進んでおり、また2010年に74式の更新をも考慮した10式戦車が採用された。74式戦車の開発は61式戦車が採用されて間もない1964年にスタートした。当時は すでに M60 パットンやレオパルト1、T-62 といった第二世代主力戦車と呼ばれる車両の研究開発が終了し、それらが配備され始めており、日本の戦車開発のタイミングは一歩遅れている形となっていた。この事情から新型戦車は各国の強力な第二世代主力戦車に技術的に追いつくことが開発目標とされた。当初は、 登場早々に第二世代戦車の登場を受けて火力不足が指摘されていた61式戦車の火力強化を行った61式戦車会の試作開発も提案されていた。同時に当初から 105mm 砲を搭載した新戦車の開発を行うべきとの主張が生まれ、防衛庁や関係各局、揮運用担当者との協議が行われた。61式 世界のように法を強力なものに交換するということは、諸外国でも行われるものであったが、重量の増加に伴う機動力の低下や、発射速度の低下など、総合戦闘力はかえって解約されることもしばしばであるとして、1965年から基礎研究を開始することが決定する。1950年代には、成形作薬団を用いた対戦車兵器が進歩し、 戦車無用論も一時は広まった。後に高所速の砲弾や複合装甲の登場により、成形作薬式兵器の優位は崩れたが、当時の日本における複合装甲は未だ試行錯誤の段階であったため、低シルエットと徹底した被大形視を採用することとなった。特に停車効果については力を入れ、実寸大模型を製作し、研究が行われた。 結果として74式戦車の車高は無法塔型である STRV-103 を除くと第二世代主力戦車の中でも低いものとなっている。装甲材には単純な防弾鋼を採用しており、同様の思想で設計されたレオパルト 1AMX-30 と共通した外観を持つ対戦車ミサイルなどの対戦車兵器については走行で受け止めて、 防ぐのではなく、流線的走行による、被弾軽視と機動力で被弾そのものを回避するのが74式を含めた第二世代主力戦車の運用思想だった。エンジンについては、1965年から新たに、高馬力の空冷ディーゼルエンジンを開発することとされた。1960年代当時、同盟国のアメリカ軍や、 西側諸国が配備していた m 六十中戦車には、空冷ディーゼルエンジン、コンチネンタルアベーズ七百九十が採用されており、m 四十八中戦車や m 百三十戦車などの既存戦車に対しても、同型の空冷ディーゼルエンジンに換装する回収事業が推進されていた。すでに六十一式戦車の際に開発に成功していた空冷ディーゼルエンジンが存在していたが、 目標とされた400馬力級の小型軽量エンジンの要件は満たしていなかった。そのため三菱重工業の高速鑑定用にサイクルディーゼルと戦時中に培った空冷技術をもとに新たなエンジンを開発することとされ、1967年に 10ZF ディーゼルエンジンとして完成した。トランスミッションは1964年より開発が、 始まり1967年に MT-75 走行変速装置として完成した。オートマチックトランスミッションでなく、セミオートマとなったのは、当時の技術的な遅れが原因と指摘もあるが、開発の際にトルクコンバーターを用いることは、伝達効率が低い、加速能力などに影響するという理由でなるべく、避けられており、一次変速部と二次変速部は、 優勢歯車を用いた二重車走行式、クロスドライブ式となっている。変速はパワーシフト式であり、発進及び停止時以外はノンクラッチで操作できた。射撃管制装置には、レーザー測距技や弾道コンピューターなど、当時の最新技術が盛り込まれた。車体の挙動に影響されず手法の照準を保持する安定化装置、スタビライザーの開発では、砲塔を駆動する。 油圧システムとジャイロの電気信号で制御される、安定化装置の制御が特に開発が困難だったと、されている。最初の試作車は、STT と呼ばれ、油気圧検化装置をテストするための車体のみの、車両であった。当初は61式戦車のエンジンと離帯が、装着されていたが、1967年には、三菱重工が開発した 10ZFDL エンジン、 および MT-75 走行変速機が装着された。また、105mm 砲も装着され、砲撃が車体などに与える影響も検証された。105mm 砲を装備した試作砲等も STT に搭載され、試験が行われた。STT で各部ごとの試験が行われた後、1969年9月には s t b 一と、 stb-2 の試作車両2両が完成した。この試作車は、費用面で妥協なく、開発が行われたが、その装備の多くは、結局、費用対効果の問題などで採用されなかった。戦車長が、リモコンで車内より操作する、対空機銃、照準はペリスコープを使う、半自動装填機、バックギアが2段変速など、数々の意欲的な機能が搭載されていた。他、 細部の構造が量産車と異なる。STB を見た、関係していた人物は、量産車とは、エンジン音からして違った、軽かった、細部の作りが丁寧で、綺麗だった、砲塔の内部は量産車と違い、近未来的だったといった感想を残している。STB-1 は1972年の関越式で国民に一般公開され、被害軽視に優れた車体の形状は、 当時の人々を驚愕させるものであった。2両の一次試作者による試験の後、コストの低減を主眼とした二次試作者である STB-3 から STB-6 までの4両が1970年4月から1971年12月までに製造された。STB の審査は1973年11月に行われた。開発には年を要し、 1974年に完成し正式化、翌1975年から三菱重工業による生産が開始された。なお、正式化当時防衛庁長官だった山中貞則は装備局に直主力戦車の名前を山中式戦車にと主張したが、前例がない上に開発に山中は一切関与していないため、当然のごとく却下されている。手法には、 イギリスのロイヤルオードナンス社の51口径 105mm ライフル砲 L7A1 を日本製工所がライセンス生産したものを装備しており、105mm ライフル砲用の砲弾は当初、アプズとヘップを使用していたが、現在ではアプフスズ93式 105mm 装弾と付け翼安定鉄砲弾とヒート MP91 式 105mm 多目的対戦車榴弾を使用している。他に、演習用を鉄鋼弾として零零式 105mm 戦車砲用、円周弾と空砲射撃用の77式 105mm 戦車砲空砲がある。砲は、車体が傾いても砲自体は、水平を保つ安定化装置を備えている。量産型には、途中から発砲の熱によるたわみを防ぐ目的で方針に、 サーマルジャケットが着用された。急防衛長、仮正式溶七74式戦車 XD9002 によれば、砲塔及び戦車砲の動力制御の最高速度は、砲塔の旋回速度が約24度秒、戦車砲の行不角速度が約4度秒となっている。戦車砲の発射速度は、初段が外力照準後、レーザー測距による照準を完了した状態3秒。 次弾は初弾発射後4秒となっている。射撃の際は、ルビーレーザーによるレーザー速虚偽とアナログ式弾道計算コンピューターを用いる。また、STB-1 にはパッシブ式暗視装置が装備されていたが、コスト面から STB-2 以降では廃止され、アクティブ近赤外線式の暗視装置を備えることで、夜間射撃を可能としている。副部として、 12.7mm 重機関銃 M2 を、砲塔左側に、74式車載 7.62mm 機関銃を、主砲同軸に、各一丁装備する 12.7mm 重機関銃 M2 は、陸上自衛隊をはじめ、西側諸国で、地上用、車両用、対空用問わず広く用いられている重機関銃である。STB-1 では、 リモコン稼働式で社長席に機銃用ペリスコープが装備されていたが、ペリスコープからの狭い視界からは精密射撃が期待できないため、STB-2 以降は通常の手動操作に戻された74式車載 7.62mm 機関銃は、本社のために62式 7.62mm 機関銃を元に開発された新型機関銃である。 M2 用の 12.7X99mm、納豆弾は660発、74、式機関銃用の 7.62EX51mm、納豆弾は4500発を車内に格納する。このほか、乗員用に 11.4mm 短機関銃、弾薬150発を2丁、64式 7.62mm、小銃、弾薬200発を1丁、 2 1、21. 5ト、mm、ル、信号拳銃、弾薬10発を1丁、手榴弾8発を搭載する。防弾後半の溶接構造を採用し、90式戦車のような複合素材は採用されていない。だが、飛台軽視の思想が随所に見られる設計となっており、車体前方装甲を例に挙げると、約8 0ト、mm、ルの装甲板が斜めに溶接されており、 水平弾道に対する厚さは上部層甲板で 189mm、下部層甲板で 139mm となっている。車体側面は厚さ 35mm の装甲板で構成されている。車体後面装甲は厚さ 25mm とされる。防弾中高性の砲塔に関しては、 砲塔上面が約 40mm、全面装甲は189から 195mm と推測されている。他国の第二世代戦車と比較しても、車体全面装甲圧は、レオパルト1の 122mm140mm より厚く、t-62 の 174mm204mm、mm、より、やや劣る程度である。車体側面、 後面装甲圧もレオパルト1と同程度とされる。発煙弾発射器は61式では、後からの増設であったが、74式では、砲塔側面には3連装式の74式 60mm 発煙弾発射器を標準装備している。乗員は、社長、掃除士、砲手、装填手の4名が乗車する。配置は、 車体前方左側に操縦士、砲塔右側に前から、砲手、車長、砲塔左側に装填手となっている。前方から見て、左右に二人ずつ配置されるのは、被弾の際に一度に機能を失うリスクを軽減するためでもあった。61式戦車では、道路事情の制約のため設計段階から、鉄道輸送を考慮し、横幅を、 在来線の車両を限界である3メートル以下とすることが前提であった。しかし1964年の東京オリンピックを機にモータリゼーションが進み、1966年には鉄道部隊の第101建設隊が解散するなど、鉄道輸送に固執する意味が薄れたこともあり、最終的に鉄道輸送を考慮しない3.18メートルとなった。 74式以降に導入された戦車はすべて3メートルを超えるサイズとなっている。車体は61式に比べ大型化したが車内は狭く、放置席に乗り込むには一旦車長席に座り、次に、砲塔天井裏の取っ手に捕まって、体を持ち上げ、その足先にある座席に滑り込むという手順が必要であった。部隊配備された当時、本社を見学に来て、車長席に座った。 米軍将校は、そこを宝主席と勘違いして、社長席はどこか、と尋ね、今座っているのが、社長席で、宝主席はその足先にあると教えられ、その狭さに驚いたというエピソードもあるなど、当時の日本人の体格でも、余裕のない狭さであった。主ハッチは、STB-1 では、ソ連戦車と同じ前側に開くタイプだったが、STB-2 以降は、 通常の後ろ側に開くタイプになっている。74式戦車は日本の戦車としては初めて上部天輪がなく、直径の大きい下部天輪を採用している。61式戦車では超新地旋回ができなかったが、74式戦車からは可能になっている。操縦席には T 字型のハンドルがあり、アクセルクラッチブレーキがそれぞれ備わる。左側に変速レバー。 コントロールボックス、前後、上下調節式の座席下には緊急脱出用のハッチが設けられいる。また、緊急時用に、油圧式喧嘩装置の手動コントロール装置も配置される。右側の弾薬庫に沿った上部にサイドパネル、その下方前方に喧嘩手油圧系、ブレーキロックレバーがある。74式の特徴の一つが、産地の多い日本の地形に合わせ、 油気圧、サスペンション、ハイドロニューマチックによる姿勢変更機能を有することである。伸縮するサスペンションにより、標準姿勢から車高を上下に、120cm ずつ変化させることができ、サスペンションを前後左右別々に作動させることもできるため、車体全体を前後に6度ずつ、左右に9度ずつ傾ける姿勢制御が可能である。このことで岡などの両線から、 砲塔だけを覗かせて攻撃する、両戦射撃も容易としている。これは、スウェーデンの STRV-103 を参考にしたと言われており、戦手防衛思想のもとで運用され、待ち伏せ攻撃も想定する74式にとって、都合の良い機能となっている。また、車体の水平を保つことで上員への負担を軽減する効果もある。給料値や 傾車地の多い国土での運用に長けた74式の姿勢制御技術は74式の車体をベースに開発された78式戦車回収車や87式走甲車機関砲、91式戦車橋などにも一部改良され受け継がれたほか実用的な技術として90式戦車や10式戦車にも引き継がれている操縦使用装置には後者制御スイッチのほかに あらゆる姿勢から通常姿勢にワンタッチで復帰させる標準姿勢スイッチが付属している。この特徴的な油気圧サスペンションは姿勢制御機能のためストロークが大きくアクロでの走破性が他国の戦車に比較して高い。北海道地区に配備されていた74式はサスペンション内の油圧オイルの凍結を防ぐため油圧を抜き、 常に最低車高の状態で格納されていたが、現在ではオイルの不当性が向上したため、通常姿勢で格納されている。完成当時、この戦車を見たイスラエル軍の武官が、これでは砂漠で戦えないと述べたと言われるが、日本国内での運用のみを想定し、輸出も考慮していない74式の場合、防塵フィルターのような砂漠用装備の開発は、最初から考慮されていない。 水密構造であるため、潜水キットを取り付けることで2メートル強の潜水とかが可能となっている。この密閉効果を利用することで、NBC 汚染地域では車内を予圧し、乗員を汚染物質から防護することができる。潜水とかの際、操縦士は甘いを着用する。車体後部には外部と搭乗員との会話用に62式車上電話機が装備されている。 急防衛庁、仮正式溶鉱74式戦車 XD9002 によれば、以下の通りである。74式戦車の最高速度は、時速 53km、加速性能は0から 200m、加速が25秒、途半能力は60%、健康度質において、超包み能力は 1.0m、超合能力は 2.7m、 最小回転半径は約6メートル、離体幅は550ミリメートルとなっている。燃料消費量は 2.5L、キロメートル、時速時速35キロメートル時、水平健康道において、搭載燃料は主タンク 780L、補助タンク 200L となっている。走行条件が時速時速35キロメートル時、水平健康道の状態では、単純計算で、 航続距離 312km、補助体育装備事には、単純計算で航続距離 392km とな。74式の加速性能0から 200m まで25秒という数値であるが、後に登場する諸外国の第3世代戦車と同一条件で比較した場合、レオパルト 2A4 が推定23.5秒、M1 エブラムスの試作車 XM1 が、 推定29秒であることから74式の加速性能は0から200メートル区間に限定した場合諸外国の第三世代戦車と同等水準と言える本社のパワーウェイトレシオを考慮すると最高速度よりも加速性能を重視したものと考えられるエンジンは戦前以来の伝統である空冷ディーゼルエンジンで2サイクルツインターボのエンジンはパワーバンドが狭いが 瞬発力に優れるため、これもアクロにおける、機動性向上に寄与している。なお、体験乗車時には、エンジンのグリル上に体験乗車用の立ち台が、設置される。アクティブ投光機は、量産型の途中から追加された、工術装備で、赤外線フィルターを外すと、夜間1500メートル先で本が読める程度の明るさを、持つ。あまりの大出力、大光量であるため、 赤外線フィルターがかけられていても直前に立つと低温やけどや着衣の変質などの危険性があり赤外線フィルターを解除すると赤外線による人体への熱傷の牽制がある1974年昭和49年度から1989年平成元年度までの15年間に873量が調達された配備先も多く第5旅団 第7師団、第11旅団、第12旅団、第15旅団を除き配備されている空砲射撃も可能なことから、中屯地裁などの模擬訓練展示でよく使用される。旧式化し、年間40両程度の速さで退役が進んでおり、2015年、平成27年3月末時点での保有数は290両程度である。 特に走行装置の消耗が激しいとされ、容易に交換できない部分であるため、車体の見た用途に転用することはできない。本社の代替として、90式戦車と同等以上の戦闘力を持ちつつ、小型軽量化で全国的配備を目指した40トン級の銃、式戦車が開発されており、2011年、平成23年度から順次更新が進められていく。 その先駆けとして、偵察部隊で、例外的に戦車を装備していた第7偵察隊が2013年に、90式戦車に更新する形で配備が解除された。さらに26中規模による戦車定数の大幅削減により、北海道と九州の実戦部隊及び、本州の教育部隊を除き戦車部隊の廃止が予定されているほか、装輪型の16式機動戦闘車、 水陸両用車、アブ7ナナ装備部隊への転換により、74、四戦車の退役が加速している。2018年、平成30年3月には、第14戦車中隊の廃止、第4戦車大隊、第8戦車大隊の統合、西部方面戦車隊の新編が実施された。2018年後末には、第6戦車大隊と、第11戦車大隊及び、 1> 第1機構教育隊の廃止が予定されており、現在策定中の実期中規模においても、戦車定数の削減事業は継続される予定となっている。ユフイン駐屯地など、一部駐屯地では、用途廃止された74式戦車が展示されている。登場以来、外見の変化を伴う大きな改修が行われていないが、15年にわたる、 生産の中で小規模な回収が施されている。これは、おおむね5つのロットに分けられると言われ、射撃管制装置の機内化と新型砲弾の追加により、火力は大幅に増強されている。防御に関しても、車内、砲塔内への高分子ライナー調布など、外見から判別できない強化が行われている。増加走行としての爆発反応走行に関しては、 経年変化試験まで完了しており、技術的には増設も可能だが、被弾時に周囲に随伴している普通化単位員への影響がある手にや、装備時の重量増加に伴うエンジンの乾燥を含む大規模な走行系の改修を必要とするため装備が見送られている。ごく少数ではあるが、74式戦車 G の開発も行われ、後述、 近年でも2008年度より、部隊訓練評価隊内の一部の車両には、一般の錦色明細に濃い灰色系の色を追加した三色明細が、第一戦車大隊の一部の車両には、薄い灰色系の色と黒色の錦色明細を施した車両が確認されている。陸上自衛隊富士学校陸上自衛隊武器学校。北部方面隊東北方面隊東部方面隊。 中部方面対西部方面対。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。